今日はですね気候変動の話について 述べてみたいいと思います、まあ、今日の日経新聞「再エネ危機下で急進と自国産で安保価値向上」ということでですねカーボンニュートラルの話ですとか太陽光パネルを設置するだとかそういうまあ一連のよくある話が載っていてですねこれを読んでいてもやっぱり極めて違和感があるのはですね異常気象が相次いでいるとエネルギーの安全保障の重要性が再認識される一方で異常気象が相次ぎ気候変動対策を 急ぐ必要が高まってているるとこう断定してるんですね異常気象っていうのは確かにですねいつの時代もあるわけですねでそれが今ものすごく強くなってる年々強くなってるとそういう異常気象になる状況がですねそういう状況に地球が追い込まれていってるというふうにですね報道するまたそれを否定する人たちのことをとんでもない人たちだというふうに批判するということがあってですねほとんどの日本人の人も私も含めてやっぱり気候変動 ってやっぱりかなり厳しく進んでるんだろうなっていう風に思わざるを得ないぐらいそういう報道の嵐が吹き荒れてるわけですよねじゃあそんなに気候が温暖化していて災害が増えているんであれば甚大な台風風速33メートル以上の台風が年間いくつ来たかっていうのをデータで取ってみるとここ50年間ですね慣らしてみるとほとんど増えてないんですね台風の発生回数もほとんど増えていない 要するに全く気候変動でもって、そういった災害が多くなっているっていうデータは実はないんですね。今年はヨーロッパがですね。作物が取れなかったっていうようなことも報道されています。けれども、実は米トウモロコシ小麦大豆。 このような農産物ですね気候変動でこういったものが取れなくもしなってるんだとすればこういうもののですね収穫高はですね増えなくなってなきゃいけないんですよねつまり地球環境が悪くなって農産物が取れなくなってるんだとしたらこの辺の穀物のでですすねね収穫量が減ってななきゃいけないけよねしかしこれもですね凸凹はあるけれども基本的にずっと増え続けているわけです。 まあ当然世界の人口がどんどん増えてるわけですから穀物が増えなかったらもっともっと増える人が出てくるわけですから増えていて当たり前なんですけれどですから気候変動でもっってて何がどうなっているのか例えば水害が多いっていうけどその水害っていうのは本当は気候変動で起こっているのか。 誰も検証でできないですよねそういう中で COP27 がこの間エジプトで行われて終わりましたがここでですねとんでもないですね合意がなされているのを皆さんご存知でしょうか。まあ、こうびっくりすするるようなことが起きてるんですね気候変動に伴う損失と損害の途上国支援に特化した初の基金を創設すると。 これ何かっていうとうですねバイデンさんなんかもたった3時間しかあのコップに参加しなかったんだけどもう気候変動はもう待ったなしだとカーボンニュートラルをやらないと大変なことになると、まあ、いつもの演説をやるわけですよじゃあその結果何が起きてるかっていうと「そうですか」と「じゃあそれは先進国のせいですね」と「じゃあ途上国は被害者ですねと」とこれから発展しなきゃいけない途上国が先進国のせいで CO2 を削減させられたんじゃ。 たたまったもんじゃないとだから先進国は新興国にですね発展途上国にお金を払いなさいという話になっていてなんとねその損失と損害を発展途上国に支援するための基金をね創設するっていうことが今回の COP27 で合意されたんです。 そしてこののお金っいがすすごいんですよ要するに地球温暖化の影響で災害が増えたりそれから再エネをやるために太陽光パネルを買わなきゃいけないとかそういったお金も全部入れてですね毎年先進国は途上国に1兆ドル支払いなさいと1兆ドルですよ140兆円です日本円で毎年なんですねもし日本がそのうち10%やりなさいって話になっちゃったら 14兆円毎年日本は途上国にそこの基金に払うって話になりますねでアメリカはどれぐらいなのかそれでここで滑稽なのはね中国とインドは途上国側なんです一番排出する中国そしてインドもですねいやうちは途上国ですからお金もらえますとこういう立場なわけですねでアメリカは下院で共和党があ多数を占めましたのでこんな法案通るわけがないし払うはずもないけれど日本わかんないですよね馬鹿将棋時期に払っちゃうかもしれない 岸田さんだったらはいはいって言っちゃうかもしれないっていうもうこういう危うさが日本という国にはあります COP27 で騒いでる人たちっていうのは明らかにですね気候変動をネタにしてですね金儲けしてる人たちの集まりなんですね特に若い方々にもう気候変動を解いてですねまあ徹底的にこの政府に働きかけなきゃいけないっつってご一生懸命やってる方々がおられてその方々は別にね悪いとは思わないですよ あの純粋にそうう思思ってると思うからだけど理論ベースデータベースでですねきちんとした形で説得してるわけじゃなくて若い人たちはでも感情的にそういうふうに言われると。 地球温暖化が進んでるから大変だと、こうなるわけですが現実には先ほど言いましたように穀物の収穫量もずっと増え続けているし特に台風とかの発生が増えてるわけでもないデータで見るとねあまりにも世界中のいろんなニュースが流れるからですねそしてその甚大な被害が出た水害だとかそういったものの ニュースを特段強調して報道しそれを無理やりですね地球温暖化に当てはめるからこういうことになるわけですね例えばアメリカ国内でも毎年ハリケーンで大水害が起きてますよねもしアメリカがですよ国内のそういう被害を受けた人たちに対してあまり支払わないのに国がですよコップで決めた基金にですね何十兆円ももしアメリカが払うんだとしたら アメリカ国民怒るに決まってますし日本だって怒るんだけど日本っていう国はねなんとなくもう丸め込まれちゃったら分かんないような感じになってしまいますが14兆円といえばね消費税が10%で20兆円なんですから消費税7%分も毎年日本はねそのコップに途上国支援しなきゃいけないってことになるわけで。 もちろん日本も払う可能性はないと私は信じたいけれど日本という国はちょっとやっぱりよくわからんところがあるのでそこら辺が心配なんですねもちろん太陽光でも風力でもやればいいと思うんですよそのコストの低い電力が作れるのであればねやればいいと思うそれに原発もきちんと安全性を高めてやっていけばいいと思いますしかしながらこのもうコップのようなですね一部の本当に猛信的なというよりも猛信的というよりも きちんと測って自分たちの金儲けの道具にしている人たちにいい加減騙され続けるのはやめなきゃいけないしそれに乗っかっていくマスコミもいい加減にしないとですね本当にこれは大変なことになると思いますそういうことを私はですね強く感じていてまあ今日も日経の記事読みながらそういうところに思いを寄せた次第であります 私はいつもですねこのように投資に役立ったり経済ニュースだったり政治のニュースだったりをこのように毎日発信しております今日の話もある意味投資に関係がないわけではないですね特にですね今回コップでいろいろ合意された中に一つだけですね大変いい話があるんです排出抑制の対策のない石炭火力発電の段階的な削減に向けた努力を加速していこうと。 言ってるんですね排出抑制対策のない石炭火力発電ということはじゃあ逆に排出抑制対策がきちんとした石炭火力発電についてはそんなに加速してこの削減していく必要はないということにもなるわけなんですね。そういうい意味では日本のですから最終的にはそういう技術を持った会社なんかがですね買われていくということにもなると思います。そういうい意味では 投資にもですね今日のお話は役に立つ面もあると思います私の動画を見てですね役に立ったなと思う方はですね是非ともチャンネル登録をお願いしますそして最新の情報を見逃さないように通知ボタンも押していただけるととっても励みになります私は KIS という投資サロンでアドバイザーもやっておりますのでぜひそちらも覗いてみてください